多分それでは K2 になってるはず。ツイートされた？ツイートされた？今配信中っていう。こんばんは、こんばんは。辻ギター、よかった、合ってる、よかったよ。こんばんは、こんばんは。なんか K2 の2の表記が最初分かんなくて、普通にね K に LL にしてたんですよ、私2を。でも2って変換したらちゃんとした2のね、何表記って言うんだろう、これこっちの方があったのでそっちにしました。こんばんは、こんばんは。そう、 LL にしてるの、いつも。だからブログに書いてる時も LL だったの。KLL にしてたの。そうだって LL の方がさ早いし分かりやすいと思って。ブログに書く時に多分ね2だとなんかねハテナになっちゃったりするの。だから LL に前してた、ブログ書くとき。でもそれでも伝わるからいいんだよ。でもこれからは K に数字の2を2の方にするから大丈夫。 LL にしない。今言っちゃったけどバレちゃった。いや確かに II も平気だね。IILL あぶした。でもいいやん。こんばんは、こんばんは。インスタフォローしてありがとうございます。嬉しい、嬉しいよ。ほら全然わかんないよ K。 多分さ今コメントあるけど KLL と K2 わかんないよ。ほらほぼ同じよ。逆に違うところ何って感じ。こんばんは、こんばんは。若干だよね、本当に若干。逆に分かる人すごいと思う。私は分からない。久々に来れた、ありがとう、嬉しいよ、嬉しい、嬉しい。こんばんは、こんばんは、こんばんは。クワガタのアバターを作らないの。クワガタのアバターを作らないな、断言しちゃうけど。そう、次ねアバター作れるとしたら2年連続配信の時なんだけど、その時はまた違うアバターにするかな。なあ、いた、なあ、ご飯食べたから。来てくれた。トミタン、ご飯食べたの。かわいい。私のお膝に来てくれる、いつも。お前、ジョケンさんコメントありがとうございます。さあや、ヤッホー、ヤッホー。ハッピーさんめっちゃ名前呼ばれてるやん。私より呼ばれてるやん、あなた。いいね。昇格おめでとう、ありがとうございます。嬉しいね。ハッピーさん、ハートザクさん、ロンパンのアバターさんもハート、ありがとうございます。ハッピーさん、かわいい、今日もかわいい。実感湧きましたか？実感湧かないね、湧かないな。公園に出るようになったら多分実感湧くと思う。多分ね。お座りしてる。髪型変えるなら何にしたい？そう、決まらないんだよね。1回目の髪型変える時って私まだなくて、これからいつになるか分かんないんだけど、何にしよう。なんか髪型変えられるってなるのすごい楽しみにしてたし嬉しいんだけど、いざやるってなるとね、レパートリーが私の中になくて決められない。結局は安定の巻き下ろし
になると思うんだけど、でもハーフアップじゃないよ、ハーフアップはキャさんでも髪の毛はまとめたりはしたい。まとめるの苦手だけど、ファンの方が求めてるものをまずはやりたいそうだよそう、巻き髪が一番安定よ。ポニーテール、ポニーテール一番多いよね。ハーフツインも多いね。そのどっちかだよね。角ヘア、角ヘアなんかあるっけ。あーでもあるか、ここに。確かに。あーセンター分けね、私やりたいんだよな。もともとさ、自分でプライベートでやるときに前髪センター分けしてたから、おでこ出しもそれは絶対やりたい。徐々にやっていく。ハーフツイン希望。ハーフツインやっぱ多いよね。アイドルって感じするのかな。もう悲観なんかしないよしないよ。でもガチのモヒカンやってみたいね、いつか。重そう。あの誰でしたっけ、騎士団さんだよね、モヒカンっていうのは。すごくない、だってずっとあの髪型。すごいよ、似合いそう。どれが似合いそう。低めのツインテールも、あーやりたいね。おでこ出しもしたいね。おっと、ハッピーターンハッピーターン、どうしたの、ご飯ご飯食べたの、食べたの。すごいねアピールしてんの、かわいい。ハッピーターン、ちょっとね、カメラがあって危ないのよ。あなた映ってるんだよ、頭座った。かわいい。かわいい。座った。これでいいや。かわいい、あなたの顔が。逆さに見れてるよ、あなたのかわいい顔が。いい顔してるね。ほんとに。かわいい。ほんとにかわいい。見た、ひげが見えてるよ。本当にこの子は癒しよ、私の。ありがとうそう、登場の仕方ね、かわいい。耳が綺麗だって、ありがとうってハッピーた。すごい、意外と茶色だからね、かわいいよ。ご飯の匂いがすごいピートン。後頭部ごめんね。こんばんは、こんばんは。ポケモン、ポケモンというの画面見てる気がする。え、わかりやすい。わかるわかる。だってハッピー。ずっと私の顔見てる。かわいい。あ、横見ちゃった。ハッピー。開いた。ハッピー。私ね、猫のね、特にハッピーさんなんだけど、耳の後ろのこうね、すっごいここふわふわなの。体の毛並みと違う毛並みで、すごいね、気持ちいいの。ここ画面じゃ伝わらないな、この気持ちよさ。ハッピータン特に気持ちいいの、ここ。え、他の猫もそうだよね。めっちゃいいよハッピータン、ちょっとごめんね。あ耳あむって噛みたくなるから噛むじゃん、私は。あ、本当に噛むじゃないよ、唇と唇でこうやってやる。ハッピータンのお耳耳の後ろ、くせ毛、くせ毛ではないな。そう、全然嫌がんないな、ハッピーターン。
かわいい、スリスリってくる、届かないの。まこちゃんなんだからビタンビタン、ビタン。首はもうずっとつけてないから違和感はなくなった。最近鼻噛まれない。今ちょっと噛みそうだったね。ちょっとご飯食べた後だからさ、鼻が茶色い見た、つりたかったんじゃないよね。よいしょ、こっちにいな。かわいい、ありがとうございます。寝なかったのか人の中に入ってるのよこれだって。本当にそれ思う、私も本当に思うね。今目線ちゃんと合ったよね。かわいいわ私がベッドに乗せるのをハッピーさん待ってたみたい。いつもそう。そうね、ハピタンね。尻尾ペンペンしとる。こんばんは、こんばんは。かわいいね、なんとも言えねえよな、ハッピーさん。あ、今日の楽しかったこと、今日の楽しかったこと、これからツイートできたらツイートする予定です。楽しみね、ハッピーターン。そう、ナイアンのインスタのストーリー見ましたか皆さん。嬉しかったよかった、認識されてた。ハッピーターン今寝てないよ目開けて寝ることは本当のガチ寝の時うっすら目開くぐらいかな。そうだよ、そうみんなね、いっぱいリップありがとうございました。返せてないけど見てるよ、しっかり見てるよ全部。そうインスタグラムの1回目の投稿はコメント待ってますって言ってたじゃないですか。その来たコメントには全部いいねをしています。読んでる。あとメッセージも読んだよ、既読はつかないと思うけど嬉しいよ、ありがとう。こんばんは、こんばんは。そうリプ今は返せてないけど、いつか返すときは作るので、その時まで待っててください。楽しみ。なんかさ、いつもコメントを私ね配信して皆さんのコメントで会話してるけど、1対1のやり取りがこれからね、インスタとツイッターでできるようになるからすごい嬉しいね。やっぱさ配信だと話の流れというものがあってさ、読めないものもあるじゃないですか。ステップ編の時は全員に返せるから嬉しい。そう今さずっとファンの方と1対1でやり取りする時がないから、オンライントーク会とか握手会とかがないから話したくてたまらないんですよそうなんだよ。そうなん、確かにインスタライブもあるね。でもインスタライブやりたいと思ってたけどさ、私にはそう配信というものがあって、毎日配信なんかそれを分けてやる必要はあまりなくてそうなんだよ、大富豪が終わってできるなっていう時にインスタライブはやろうと思います。そうなんだよ、配信だからね私の中では。
インスタライブもやりたいけど、インスタライブはよく私ね、外川さん、白雪さん見てた見てた。たまにやってる西さん見た。あんただ15分だった。今日で559、ありがとうございます。嬉しいね。ギリラリプ編待ってる、待ってて。ハッピーさん起きてるよ。ちょっとなんか早く自撮りがさ、いい写真に見つかるといいな。なんかさ、インスタのアイコンもすごい今気に入ってるんですよ。気に入ってるけど、アイドルっぽくはないよね。顔写真じゃないからさ。外川さんのさやかっていう感じの写真。いいでしょ。暗証は絶対しない。暗証しないよ。すごい、推しが全員共通にいる事実だって。すごい、私はほぼチーム E さんでした。私らしくて好き、嬉しい。でもやっぱりさ、自分の推しの人ってさ、何しても可愛いって思うし、何してもいいとかなるよね。私でもそうだもん。だって今までの好きになった先輩みんなそう、何しても好きっていう感情になるし、何でも許せちゃう。それが推し補正保証、すごいね。須川さんのツイッターみたいに推しメンバーの通常と扉見せしかない。そう、そうなんだよね。そうなんだよ。いつか、いつかするね。ツイッターは、そう、ツイッターのアイコンもね、決められなくて、決められないんだよ。だからこの間ツイッター始める前に急いで写真を撮った写真にした。押してるのはそういうこと。いや、そうなのか。そう、ツイッターはこれからね、生き物に関することを主にたくさん配信発信していきたいから頑張ろう。だってさ、香川照之さんいいな、本当にいい。香川照之さんのさ、プロフィール欄皆さん見たことありますか？好きな食べ物カレーライス、好きな昆虫はカマキリって書いてあって、あ、好きな食べ物私インドカレーだし似てると思って。で、好きな昆虫はカマキリでしょ。私は一番昆虫の中ではカブトムシが好きで、いや、いいねって勝手に思ってた。全身タイツ着るの、カブトムシなら着たい。いや、何の生き物でも嬉しいけど、私だったらカブトムシかな。嬉しいね。そう書いてあった、着替えそうするね。思い込み、悪いこと思い込みね、大事よな。そう、昆虫の番組見てた、見てた。でもなんかね、カブトムシ色のさ全身タイツって茶色じゃん。ちょっとなんかさ抵抗あるよね、私的には。まあ、被り物可愛くしちゃえば全然いいんだけど。ね、8時前に配信を終わりにしたいと思います。そう、りなちちゃんからさ、フォロワー帰ってきて、プラスリプも来て嬉しかった。りなちちゃんかわいい。そう、なんか第1回目の劇生昇格した時、横パーアリーナの時にりなちちゃんから連絡来てて、頑張ってって。そう、気にかけてくれてたからさ、すごい嬉しい。なんだろうこれ、かわいい女の子のアバターさん、ハート、ありがとうございます。
そう、嬉しいでしょ。そう、ポップティーンで撮影してて懐かしいよねあ、かわいい。そう、ハッピーさん最近本当に今寒くて私のね目の前に来て丸くなるんですよ。そしたらね、丸くこうやってなりながらこうやって私のねこうやってやるんですよ、ちょんちょんちょんって。なんて可愛いんだと思って、なんか私は変な気持ち悪い声出して溺愛してる可愛すぎてさ、自分の気持ち悪い声が出ちゃうなんかよくさ、可愛い生き物とか可愛いちっちゃい赤ちゃんに赤ちゃん子供みたいなの皆さん出るじゃないですか。そんな感じでちょっと喋ってる私なんで、本当に可愛いんだもん。今どんな声出してって言われても出せない。その可愛い瞬間を見ないと難しい。本当にその時にならなきゃ出ない可愛いよ。いつもさやかのこと見てるね、可愛いお家の中の監視員はハッピーさんですね。だから私もバッチリいつでも見てる。その言葉遣いが赤ちゃんになっちゃうんだよね。でもそんな言葉を使ってる瞬間をファンの方には見せたくないな、聞かれそうそんな変わらないとは思うけどでもね、動物飼ってる人は絶対わかる、わかるよね、出ちゃうわ。みんな男性の方でも出るもん。今まで見てきた私も、猫カフェで働いてる時もね、みんな出てるよ出てた、めっちゃ可愛かった。そう、サラリーマンの方とか年配の方でも赤ちゃん言葉で生き物に対して喋りかけてるからめっちゃ可愛かった。でもそれが普通だったから私はね、引くとかそんな感じは一切なかったな でしょ、推しにもそんな感じ。なんか嬉しいね。そう、免疫そうよ、さえ推しだからきっと引かない、嬉しい嬉しいね。まあいいや、言っちゃおう。そう、今日ね楽しかったことはキャさんとインドインドしてきて、そう、美味しかった。やっぱ私の元気の源の食べ物はインドカレーらしいです。もちろんもっとね元気出るのは家族の作るご飯なんだけど、今はね食べられないからインドカレーしかない今日はね何食べたっけな、カレー、チキンカレーじゃない、キーマカレーにしたかな、珍しい、バターチキンじゃなかった。え、かわいい、あの顔ハッピー、もう常にかわいいんだけど。そう、タンドリーチキンでは食べないな。でももともとセットでついてくる時はあるから食べたりはしてるけど、なんか12周年公演の時に結構体を絞るためとかであんまりご飯を食べなかったりしてたんですよ。まあ食べれない時間もあったりして、胃袋がちっちゃくなったのか前より食べられなくなっちゃってて、ご飯がちょっと寂しかった。やっぱ好きな食べ物を食べてる時はさ、お腹いっぱい食べたいじゃないですか。悲しかった。そう、おかわりなしだった初めて、しかも残してるからね、やばいよ。いやでも多分メンバーと食べるからっていうのもあると思う。一緒に喋りながら食べるから、その時間が長いとお腹いっぱいになっちゃう派なんですよ私は。でも家族で食べるときは、そう、食べ方が汚いわけとかじゃないんだけど、周りを気にせずに自分のペースで食べたいときになんかいっぱい食べてるから
おかわりは余裕なんだと思う。そう、なんか沈黙しても平気じゃないですか。まあ、キャさんとの沈黙も全然私はいいんだけど許せる。なんかそうなんだよ、いっぱい喋った。飲み物はラッシーです。マンゴーラッシーじゃなくて普通のラッシー、美味しかった。美味しいね、美味しいね。今はね、野菜を最近取れてないから野菜が食べたい。食べなきゃ。あの先輩たちと食べに行ってほしい。誰だろう。チーズハニーナンはキャさん好きだったな。食べてた。今日はチーズナンだったけど。確かにラッシーとヨーグルトの違いいまいちわからん。ほぼほぼ同じだよね。似てる。っていうか同じなんじゃないかなって感じ。ラッシーは一番マンゴーが美味しいね。今来た小学校おめでとう、ありがとうございます。ありがとう。確かに甘いなんで辛いカレー。もしでも辛いの食べられないからな。汗がね吹き出てきて食べるの集中できなくなっちゃう。意外と辛いのダメなの。絶対普通かちょい甘口。そうなの。マンゴーが一番美味しいねって思ったらもう8時になるので終わりにしたいと思いますね。配信急遽10分前ぐらいにツイッターでねツイートしたのにたくさん来てくださってありがとうございました。そう、新陳代謝がいいのよ。そうなの。ランキング読みます。38位、女の子のアバターさん。早いね、8時になるの。1位、7…あ、危ない。スコティッチのアバターさん。もうさ、いつって感じ。2位、ハッピーさん。3位、ハッピーさん。4位、ハッピーさん。5位、星のアバターさん。6位、ハッピーさん。7位、ハッピーさん。8位、ハッピーさん。9位、ハッピーさん。10位、ハッピーさん。11位、ハッピーさん。12位、ハッピーさん。13位、ハッピーさん。皆さんありがとうございました。嬉しいね、ギリギリセーフだった。全部は言ってない。そしてまだ9時からゴールデンベッドタイム大富豪あるので必ずその時間はやります。その間に準備しなきゃ、寝る準備。皆さんありがとうございました。ハッピーかわいい。ありがとうございました。バイバイ。バイバイ。フフフフフ。